はい、どうも、コミです。さて、本日は関西クラクラクラブホームクランからですね、お届けしたいと思うんですが、今日はね、ちょっと対戦の動画ではなくて、グランドウォーデンの使用に関してちょっとですね、いくつか、検証をね、やっていきたいというふうに思ってます。私のチャンネル基本的には、クラン対戦のアタック動画の解説中心に、やっています。タウンホール12から14のね、解説動画やっておるんですが、今日はちょっと検証系に、行ってみようかなと。なんでかっていうとですね、ちょっとね、衝撃の事実、もう、カンクラにもね、本当に衝撃が走りましたね。うわっと。夜中の1時も、にもかかわらず、10人ぐらいインしてみんなで、おいおいおい、なんだこりゃみたいなことが起こったわけですよ。それをね、ぜひ今日みんなに、見てもらいたいというふうに思うんですけども、その衝撃の瞬間、これですよね。ちょっと見てください。これね、マジでみんなビビったから、本当に。みたいな。本当にもう全員マスオさん状態ですよ。わかるかな、わかる人いるかな、これ。K さんがですね、このロイヤルチャンピオンをグランドウォーデンのお弟子で倒すのに、ストライカー2匹出したんですね。そうしたら、何が起こったかっていうと、はい、ストライカー2体出しました。まあ、ここね、予定通りロイちゃん倒しました。でも、ストライカーが次のターゲット、ババキンに動いた瞬間に、なんとおでんがそっちに全部行っちゃったという、おいおい、ちょっと待て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 って、みたいな感じ、こんな感じ、こんな感じ、ずずずずずって感じ。もう、はい、ここ、はい、もう地獄、地獄、地獄。東方関からガンガン撃たれて、もう、トームは出るわ、レイジは撃つわ、みたいな感じで、もう必死にね、多分これ絶対これテンパったと思うんですけど、そうは言ってもね、こっからライトニングを当てながら、レイジを当てて、グランドウォーデンでカットをね、意地の、もう本当意地のカットですよね、これね、もう意地と気合と根性のカット。これをやっていくケイさんね、いや、よくこれ、ここで、ここの立て直しできたなって思うよ、ほんとすげえ。やっぱりこのスパネクを使えないという計算ならではの、リカバリーですよね。まあ、ただ残念ながら前回にはいかなかったんですね。95% で終わってしまって、もう、本人曰くやっぱりですね、この序盤の、グランドウォーデンの、変なムーブですよ。まあ、レイジもトームも使わせちゃったわけだから、当然時間切れになっちゃうようなね、状況に陥っちゃったということだったんですけども。いやー、これはね、不可解。不可解よね。マジ不可解なのよ。で、そこをね、ちょっと今日は検証したいと思います。で、まあそもそも何が今おかしかったのっていうふうに思う人もいると思うんで、そこから話をしていきます。そもそもグランドウォーデンが、ですね、ついていくときの仕様ってどうなってんのっていうところをちょっと話をすると、まずね、グランドウォーデンこう出すじゃないですか。そうすると、このエナジーサークルと言われている、この光ってるサークルの中にある防衛をこう、施設をこう投げ倒していくんですよね。こんな風に。で、そこにですね、ユニットがこう出てきても、まあ、基本的には無視するわけですよ。ユニットコストが少ないと。全然ほら、今これバルーンが、アチャドを下げてるのに、グランドウォーデンは別の施設下げてましたよね。まあ、こんな風なムーブをします。なんだけども、一定のユニットコスト数を超えると、そっちにこうつくんですね。グランドウォーデンが反応するわけですよ。よいしょよいしょ。ほら、こう反応するわけ。ね。今、腰のエリクサータンクをさ、殴ってたのに、腰の方殴ってたのに、グランドウォーデンがビビドとバルーンに反応しましたよね。で、このコストっていうのが基本は、20枠っていうふうに言われてますね。10と20枠。本当はね、なんかね、15枠を超えると、で15から20なんですよ。実はね、そこって微妙で、自分もですね、なんかね、15枠を超えた時に、なんかつくムーブをしちゃう場合と、20枠ぐらいまで持つ場合とってね、2つに分かれる気がしてるんですけども、今回のね、感じで見てみてもらうと、多分ね、20枠ぐらいなのかなっていうのが、まあ、16枠っていうパターンもあるかもしれない。まずこうでしょ。ポンっていくでしょ。で、ここにひょっとこうイエティを出すと、基本はこれついていかないんですよ。わかりますかね、今ね。今これイエティの方に行ったけど、イエティの方にはね、ついていかないはずなんです。なんか20枠で、基本的にはその、なんだ、ターゲットを取り始めるというふうに思ってもらっていいかと思うんですけども、あともう一個ね、20枠を超えてもですね、こんな風に、サークルの外にこう2体こう出した場合、こういう風な出し方をすると、なんだ、反応しません。うん、今ちょっと分かりにくかったかもしれない。もう一回しようか。反応しないんですよね。外か、サークルの中に2体のイエティが入ってくる場合、要は、エナジーサークルの中にコスト20分が入る場合は反応するって僕は理解してるんですけど、こんな風にね。で、
ちょんちょんってこうやるでしょ。そうするとほら、2体入らないから、全然違うとこ打ってるじゃん。こうやって金庫、金山打ってるじゃん。金山こういう風に打つでしょ。でもこれが、ですね、もしも、一方にイエティを2体出したりして、20枠以上のコストがエナジーサークル内に入る場所、ポジションがあった場合は、おでんはそのポジションに移動しようとするんですね。で、そのポジションに移動して、一番コストが高いユニットが殴っている質を殴ろうとするわけですよ。なんですけど、まあ、これが基本的なおでんの仕様ね。なんですけど、ここにね、ペットをつけた瞬間に、ムーブがめっちゃ変わっちゃうの。マジで。これがね、本当にもう、衝撃で衝撃で、もうカンクラ全員もう総立ち。本当に。でね、オールがついたグランドボデン出すじゃないですか。出してこう殴らせますよね。で、ここにバルーンを2体ちょんちょんっていきましょう。そうすると、ほら、見てこれ。バルーンの方行っちゃうの。これ、信じらんなくね。で、バルーンがたげっている、この、ボムタワーをね、グランドボデンとオールも殴ろうとし始めるわけですよ。これ、やばいよね。さっきまではさ、だって、18枠のイエティとか出しても全然平気だったのに、10枠のバルーンについていっちゃうわけですよ。だからさっきの、一番最初見てもらったケースのストライカー2体も12枠だから、あれついていっちゃうわけなのね。で、こうなってくると、まあ、今はたまたまいいですよ。こう、グランドボデンがうまいこと、その後こうね、なんだ、無風地帯にこう、うまいことね、血をつけたからいいものの、これもしもババキンなんかがここにね、おでんたけったらもう地獄ですよね。こういうことが起こっちゃうわけですね。で、このね、ペットって、コストないんじゃないかっていう、その、解説もあったと思うんですよ。確かに、ジョーカーさんが出してくれたのかな。イーグル砲に対しては確かになんかね、コスト効果がないのかなと思って、自分もそれで見て、あ、そうなんだと思ったんですよ。なんですけど、ことね、おでんのターゲットを決めるときの、そのコストっていう点で考えると、どうやら違うっぽいんですね。で、じゃあ気になるのは、まあわかります。とりあえずね、イーグル砲を起動させるときの、に計算されるコストと、おでんが、グランドオーデンが、何かについていこうとするムーブが始まるそのトリガーとなるコストが、ペット、それぞれ違う仕様になってるっていうのは、なんとなくまあ、今回こう見てて分かってきた気がするんですけども、じゃあ、どれだけのそのコスト分、ペットっていうのは、幅締めてんのっていうことですよね。ちょっとね、そこをね、見ていきたいというふうに思います。さっきさ、基本20枠超えると、ユニットの方にグランドボーデンがついていきますよっていうことを言ってましたよね。20枠からかな、ついていく。で、今10枠でついていっちゃいましたね。だから少なくともペットは10枠以上の幅を占めてるってことなんですよ。だから問題は10なのか9なのか8なのか7なのか5なのか、そこら辺ですよね。あ、違う違う、10なのか11なのか12なのか、またまた15なのか、この辺ですよね。ペットはどれだけの枠を取るのか、これをちょっと、ね、見てみたいと思います。で、結論から言うとですね、まあ、こういうことなんですね。グランドボデン出します。バルキリー出しますよね。でもね、これバルキリー追わないんですね。こういうことなんですよ。ほら、バルキリーと全然違うところをこう殴ろうとしてますよね。だから、結局ですね、10枠を超えるといっちゃうんだけど、10枠を超えなければ、ほら、こんな感じ。10枠を超えるとこうやってバルーンがたげるところに向かっていっちゃうんですね。だから、基本はですね、10枠を超えなければ、グランドボーデンは、ターゲット、その、ね、ついていくターゲットを、取らないっていうことだと思います。でね、これがね、またすごくわかりにくいことを言うと、じゃあ10枠をね、超えなければ、必ずしも、なんちゃ、10枠を超えたら必ずしもついていくかっていうと、ついていかないこともあるんですね。いくつかね、自分もパターン試してみてあったんですよ。バルーン2体出してるんだけども、なんか、ついていけないっていうこともあるっていう感じですよね。だから、基本的には10枠を超えるとついていく可能性が出てきちゃいますよってこと。ペットがいて、プラス10枠、なんかユニットを出すとついていっちゃう可能性がありますよってことですね。8枠とかのバルキリとか、だったら大丈夫っていうのが今のところ確認できてます。なので、その辺をですね、ちょっとね、気をつけてもらいながら、このグランドボーデンですね、使っていただくといいのかなっていうところですね。
今までのペットをつけた環境っていうのは、つけなかった環境と比べて、グランドウォーデンが、その、追従するムーブを取るコストが、実は全然違いますよ、というところをね、これマジ大事故につながるケースが結構あると思うんで、皆さん気をつけてもらえたらなというふうに思います。もうね、我々も実はだいぶそれで悔しい思いをしてるケースが、多々あってですね。これはですね、ここから修正かけていきたいなというふうに思います。もしかしたら、これは、ペットのバグとかでね、今後修正がかかってくるとかいうこともあるのかもしれませんけども、今のところは、少なくともそういう、仕様になっているというところで、お分かりいただけたら幸いでございます。はい、というところでですね、本日はグランドウォーデンの、追従する、ムーブはコストいくつからかというところをですね、ペットありなしの場合も、特にありの場合の、なしに対する違いに関して、お話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。知ってましたかね。まあ、知った人からすると、あ、なんだ、そんな話も知ってるよ。まあ、今更っていうことかもしれないけども、まあ、知らない僕らからすると、もう衝撃的だったという話ですね。参考になってくれましたら、すごく、嬉しいというふうに思いますし、今後もですね、こういう検証系もそうなんですけども、クラン対戦の、アタックの解説動画も、皆さんのですね、そのアタックの参考になるような情報というのをどんどん発信していきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタン、また今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。というところで本日の動画、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。